こんにちは。今日は休日シリーズということで、成城石井のお惣菜をいろいろ買ってきたので食べたいと思います。いただきます。鶏肉とごまのさっぱり春雨サラダ、エビと蒸し鶏の生春巻き、四川山椒ピリ辛麻婆豆腐、具沢山エビパッタイ、七種具材のキンパ、くるみづくしのほうじ茶ムースの和パルフェ、生プレミアムチーズケーキ、沖縄産黒糖ときな粉のクロワッサンを買ってきました。それでは早速食べます。いただきます。キンパ美味しい。大丈夫け。飲み物はしゃっくりが ある美味しい。濃い味だね。春雨美味しい。大丈夫け。しゃっくり出ちゃった。美味しいね。どらどら、これ何？ビーフン？パッタイ。パッタイが何なのか分かんない、甘酸っぱ辛いでさ、タイっぽい感じの味付け、キンパ食べます。あ、びっくりした。すいません、髪の毛かと思ったら海苔でした。本当に髪の毛ないでしょ。麻婆豆腐食べます。辛くて美味しい。私このしびれる、ね、だってこれ見て、青唐辛子こんなに入ってんのこれ。本当だ、青唐辛子じゃないのかこれ。ネギ感の後からジリジリ辛いけど美味しい。生春巻き、お野菜シャキシャキ出した。この生春巻きの皮が全然硬くないね。食べようぜ。きなこすごいよね。クロワッサン食べます。きなこの香ばしさと黒糖のね、ほのかな甘み。コンチネート、わかる。二段腹にね、二段腹で、そうそう、洋服が中に挟まんだよ。これにね、ホイップとか挟んで食べたらもっと美味しくなりそうです。高輪堂でマカロン買ったので食べます。なんかね、餅入りって書いてあって、ほら、見て、あ、本当だ、いいやんだよ、ほら。なんか勝手にね、生地にお餅が練り込まれてて、サク餅なんだと思ってたんですけど、どうやらお餅自体入ってるみたいです。チョコ、中がクリームじゃなくて味付けされたお餅なんだ、なるほどね、なるほどね。きな粉かな。チーズケーキは食べたことあるけど、生って書いてあるからトロトロしてる。赤が本当に滑らかで、上のクランブルがサクサクしてる。普通のチーズケーキと違ってね、レーズンがね、ジューシーな感じ。スライスされたアーモンドみたいな食感も感じる。でね、レーズンがすっごいたくさん入ってる。すっごい美味しい。ほうじ茶これ。飲めるよね。飲みなじゃん。はい、どうもごちそうさまでした。今日もよく食べましたわ。でもお蕎麦食べてなかったらさ、3人でこれで普通じゃない？そうだ、あのお蕎麦美味しかったね。たまらんなあれ、あのスープ、飲み干してたもんね。あんこにくるみがさ混ざってて美味しい。ごちそうさまでした。なんかね、3人で食べたらね、あっという間になくなっちゃったね。だって見て、20分も経ってないよ。食べないよ。ちょっとね、今回量が少なかったかなって思うんですけど、たまには腹8分目で美味しく楽しく食べれました。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。さいな。 Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。パレットのストロベリーサンド、スカイベリーだからイチゴが大きい。イチゴがみずみずしくってね、すっごく甘いです。生クリームもそこまで甘すぎないから、スカイベリーとのバランスがちょうどいい。美味しい。